5月12日に始まる大相撲5月場所から、熊竹松、大野松、部屋、奈良市の市鷺沼5、の力士、阿武国籍、23、の新十両昇進が決まった。今年1月に、今年の目標は十両昇進、と抱負を述べていた阿武国籍が、有言実行を果たした。奈良市の経済新聞、阿部国籍は2000、平成12、 年5月5日生まれのモンゴル出身で、本名はバトジャルガルチョイジルスレンさん。モンゴルの相撲コンテストで日本へ留学枠を獲得し、神奈川県小田原市の相撲部に入部。卒業後は日本体育大学、東京都世田谷区へ進学した。2022年11月の全国学生選手権で優勝し学生横綱に。 昨年の11月場所で初土俵は幕下15枚目格付け出し、3月場所は西幕下2枚目で5勝2敗の成績を上げ、初土俵から3場所で新十両のスピード入幕となった。新十両昇進について、阿武国籍は幕下2枚目で5番勝ったので期待していたが、連絡が来た時はやはり嬉しかった。親方やおかみさん、部屋のみんなからも、 おめでとうと言ってもらえてありがたかった。来場所はまずは10勝、そして10両での優勝を目指す、と話す。大学3年の時、就職していく周りを見て、自分には相撲しかないと決心した。今から始めるなら学生横綱になり幕下格付け出しを狙うしかないと必死で相撲に取り組み、4年で学生横綱になり、大野松部屋に入ることができた。 親方にはこれからも指導してもらいたい。おかみさんは本当に世話になりっぱなし。部屋に入り、私が留学生からビザを発行するとき、何回も大使館に付き添ってくれて、手続きや係員とやりとりをしてくれて心強かった。もっと強くなって番付を上げることで恩返ししたい、と意気込みを見せる。腕を組んでから両手をつく特徴的な仕切りについては、 片手手で順番ににくと相手ペースになってしまう自分から攻めた立ち合いをするためにこの形にしたと話す。応援してくれる習志野の皆さんに喜んでもらえるような相撲を取るので応援よろしくお願いしますと呼びかける。